はい、サブチャンネルお久しぶりです。ちょっと練習の合間に打ち合わせがこの家であって、まあ、ちょっと時間があるんで、東京ドームで行われるバンタム級トーナメントの予想をしてほしいということでやっていきますか。お願いします。やっていきますか。当てちゃっていい？ガチでガチ当てしちゃっていい？ガチの思う感想ですね。的中率やばいですよね。的中率やばいよ、それは。で、早速、バンタム級トーナメント1回戦の大阪大会から、金太郎 VS 伊藤空也選手。はいはいはい。なるほど。まあ、ガチ予想すると、ちょっとどっちかかなって。っていうのがあって、1ラウンドで金太郎選手が KO、か、2ラウンド目、金太郎選手が KO か、まあ意外に寝技で勝つのかってとこですね。どっちにしても金太郎選手が勝つと。と思う。これは結構、伊藤選手は結構強くて、レスリングは結構強いんだけど、一回練習したことあって。ああ、そうなんだ。ただ金太郎選手の方が打撃はうまい。で、まあ、テイクダウンは取れると思うんだけど、1、2回は。はい。でも決めるまではいけないかなと思うんで、まあ、金太郎選手はね、意外に寝技の対策とかできてると思うんで、まあ、あとはその体力、その 2ラウンド3ラウンドまでいった時の体力がどんぐらい持つかっていうのはあるんですけど、まあ 90% 金太郎選手が勝つんじゃないかなと見てますね、俺は。なるほど。まあいい選手ですけどね、伊藤選手もね、結構、すごく打撃がめっちゃうまいわけじゃないんだけど、打たれ強いし、結構こう、なんていうかな、うまくはないんだけど、ディフェンス力が高い、いいとこに入れさせないのはあるし、やっぱタックル入れるから、打ち合いの時とかでも、KO はしづらいかなと思うけど。まあ、その金太郎選手の強打が捉えた時に倒れちゃうんじゃないかなと。なるほど。思います。でも金太郎選手は逆にね、こう大振りで合わせに行きすぎると削られて、ちょっとドロドロの展開にさせられた時に後半きつくなっちゃうかなって思う。だから、本気打ち、全部本気打ちだから、いつも弱いのを混ぜるとよりいいのかなっていう。で、逆に伊藤選手は打撃の近い距離にどんどん入ってってタックルを織り交ぜた時に勝率が上がるのかなと思いますけど、まあ9割方金太郎選手が勝つかなという予想。なるほど。では2試合目、大塚隆文 VS 新安選手。これはね、2ラウンドでサブミッションで大塚選手の勝利か、判定で大塚選手の勝利予想。まあ、シアン選手は名古屋大会で見ましたけど、すごい一撃がある選手で、まあ、思い切りがいい選手。ただ大塚選手はすごいレスリング力が高くて、まあ、打撃はそんなにうまくはないんだけど、打たれ強いイメージがある。やっぱ、バンタム級トーナメントの、1回大会の時もやっぱ石渡選手とかとやったりしても、KO 負けってあんま見たことないから、結構打たれ強いから、判定とか、まあ、ラウンド数いけばいくほど大塚選手が有利かなと思いますね。なんで大塚選手の勝利、これも9割方かな。まあ勝ったらすごいなって感じ。
まあなんかね、こうしたら勝率が上がるみたいなのがないな、これは正直。なるほど、うん。では3試合目、滝沢健太 vs 今成正和選手。この試合はね、結構武器がこう偏ってるというか、俺とクレベル選手みたいな試合で、まあ、今成選手は足換銃弾って言われてて、足関節とか、まあ、寝技もすごい上手い選手だけど、打撃はまあそんなに良くない。滝沢選手は、まあ、タックル切るのは結構上手いけど、寝技はまあそんなにこう仕掛け、その今成選手と比べたらちょっとレベルが差があると思うんで、まあ、あの下からの忍者チョークとか上手いんですけど、それ以外のなんかその下からの決め手がないので、まあ、寝技の展開になったらちょっと厳しいかなっていうのはあるけど、まあ、タックルが結構切るのうまいのと、その足感がうまいっていうのですごい、多分今回そこになんていうかな、その危機感を持って練習して、試合でも多分もう寝技に一切付き合わない展開でやっていくと思うんで、結構難しいけど、滝沢選手が打撃で KO するかないう予想。まあ、これは今成選手がどんぐらい打撃に付き合うかによってその勝率が大きく変わっていくと思う。今成選手が全く付き合わない感じで寝技に持ち込もうとすればするほど滝沢選手の勝率は上がると思う、俺は。で、滝沢選手は一切付き合わない、本当に何にも付き合わない感じで遠い距離からの打撃を当て続けて、まあ、KO 狙いをしすぎなければ勝つんじゃないかなと、勝つんじゃないっていうか勝率が上がるかなっていう。でも今成選手がガンガン前に出て、もらう覚悟でガンガン前に出て、打撃の距離、ボクシングの距離で戦いながら KO されずに寝技に持っていく、寝技にこうトライする展開が続けば今成選手が勝つ可能性が一気に上がるかな。だから戦略次第かなっていうのはあるけど、まあ60% の確率で滝沢選手が勝つかなっていう予想、 KO で。なるほど。膝、うん。では4試合目、倉本和真 vs アラン・ヒロ山二葉選手。この試合はね、相性的に山二葉選手が勝つと思う。倉本選手はすごいレスリングの強豪で、なんかバックドロップみたいなすごい何回も繰り返す選手だけど、打撃のその殺傷能力はあんまりないイメージで、まあ打撃は結構イーブンなんだけど、まあ、ちょっと若干山二葉選手が上回ってる印象で、で下になったとしても寝技があるんで、あんまりなんか相性的に悪いのかなっていう、倉本選手からしたらね。だからもうテイクダウンをして、でも寝技にはほとんど付き合わずにパウンド入れては立つみたいな展開をして、打撃で上回れればまあ勝機も見えてくるのかなと思うけど、まあ、70% ぐらいの確率で山二葉選手が勝利。まあ何で勝つかは分かんないけど、判定っぽい気がする。判定で、うん。じゃあ続いて東京ドーム大会に移ります。はいはいはい。大木久保博正 vs 春日井武志。この試合はね、なんていうかこうちょっと似たタイプの試合なんだけど、扇久保選手が全局面で若干上にいる気がするので、春日井選手はちょっと寝技が得意なんで、ちょっとどのぐらいのレベルか分かんないんですけど、
まあ、扇久保選手が9割勝つかなっていう予想かな。これはね、なんか全局面で上回っちゃってるから、俺のこう見方によるとね、だから勝機を上げる術がないっていうところではある。ただ打撃は絶対扇久保選手の方が強いんで、そのちょっと差があると思う。から扇久保選手は多分打撃でいくと思うんだよね。なるほど。ちょっとリスクのある寝技ではやらないと思う。相手は春日井選手は、まあ、寝技が結構強みなんで。ただ寝技同士でも扇久保選手はちょっと上のような気がするけど、まあ、春日井選手はもうどんどん寝技に持っていくしかないのかなとは思う。まあ、9割扇久保選手が勝つかなっていう予想かな。なるほど、うん、では続いて元谷祐希 vs 岡田亮選手。この試合はねすごく難しい試合なんですけど、結構一番拮抗してるんじゃないかなっていう2人で、岡田選手だっけ。はい、岡田選手はシュートのチャンピオン、で、まあ、元谷選手はもう言わずと知れたって感じだと思うんですけど、多分岡田選手はね戦略がうまいんですよ。多分ちょっと俺と似てて相手の弱いところで戦うのが得意な選手なんで、多分打撃戦に持っていくと思うんですよね、ずっと。でテイクダウンも要所要所では入れるんだけど、あんまり多分テイクダウン入らないと思う。元谷選手が結構首系がうまいから、フロントチョーク三角とかあんまり多分リスクは負わないと思うんで、ちょっと難しいけど 6-4 で岡田選手の勝利、判定勝ち。 6-4 で、なるほど。打撃はちょっと岡田選手の方が上かなと思うんですけど、元谷選手のカーフキックが結構強いんで、まあ、井上選手とやった時みたいにカーフキックを入れさせない戦い方ができればステップワークで、勝率上がるのかなと思いますね。元谷選手はねすごい寝技うまいんですけど、テイクダウン能力がそんなに高いわけではないと思うんで、まあ、引き込んだりした時に対策しっかりできている岡田選手がパウンドを入れつつ、まあ、立つ展開になっていく。ただ最近元谷選手は右のオーバーハンドがいいんで、それが当たればちょっと効く展開から寝技になってっていうのはありえるけど、まあ、6割を岡田選手が勝つかなっていう予想かな。まあ判定でしょうね、これは絶対判定勝利。うん、なるほど。では続いて石渡慎太郎 vs 井上直樹選手。この試合はね結構一番レベルが高い戦いなんじゃないかな。井上選手がすごいスピーディーな動きをしていくんで、フットワークと、まあ、ジャブをきれいについていって、石渡選手はちょっとスピードが劣るんだけど、多分腰の強さは石渡選手が強いけど、7割井上選手が勝つかなと思う。ちょっと打撃のスピードが全然違うんで、結構井上選手が目がいいから、その速いジャブとかストレートをコンパクトに入れつつ、まあ、寝技の展開に持っていくんじゃないかなと予想で、まあ、2ラウンドで井上選手がサブミッションで勝利。なるほど。まあ、石渡選手が勝率を上げるとしたら、自分からテイクダウンを取っていくのがいいのかなと俺は思うな。結構上の対策がうまい選手なんで、で腰は多分、石渡選手の方が強いん でこう打撃を結構大振りなとこがあるから、そこは多分見切られると思うんだよね。で大振りでどんどん打ち続けても消費してって、ステップでこうどんどん詰められて
コンパクトに当てられてってっていうのが続くと、なんかだんだん焦りとか出てくると思うんで、まあ、あと井上選手がジャブをすごい多用するので、ジャブに対してのカウンターが一つあるといいなっていうのと、まあ、テイクダウンを取って判定勝ち狙いをしたら勝率上がると思うけど、まあ井上選手がまあ7割勝つかなと。判定か2ラウンドのサブミッションで井上選手。なるほど、うん。では続いて朝倉海 vs 渡辺修斗選手。はいはいはい。この試合はね、95% の確率で朝倉海の勝利、 KO 勝ち、1ラウンドかな、1ラウンド。この試合はね結構差があると思う。渡辺選手は結構寝技が得意な選手で、チョークスリーパーとか得意で、こうすごいしつこい感じ、こう巻きついてくるって感じの戦い方なんだけど、まあ、打撃がまああんまり良くないんで、そこの差がすごいあると思う、まず。で、朝倉海は腰が強いんでね、取れないと思うんですよね、まずテイクダウンをね。だからなんか勝ち目がないっすね正直。なるほど。まあただこう結構差がある分、おごりが出ないようにしないと、一発なんかこう例えば蹴り足が掴まれてたまたまテイクダウンされたところにうまくチョークスリーパーが入ってみたいなことが起きる可能性もなくはないんで、まあすごい這い上がってくる選手とさ、おごりのある選手って結構差を埋めちゃうことがあるから、まあ、そこだけおごらずにしっかり練習すれば、まあ負ける要素はほぼほぼないかなっていうか、なんか対策次第ですね。あとは弟はどんどん膝とか合わせにいっちゃうと思うんで、別にテイクダウン取られても立つ力がすごいから、そこでなんかあんまりテイクダウン入りづらくなってパンチで KO されるっていう予想かな。そんな感じですね。なるほど。これで8試合ですね。まあなんか勝負論があるのは元谷選手と、岡田選手、あと石渡選手と井上選手、あと滝沢選手と今成選手か、くらいで、他の人は結構決まったような試合かなと思う。どっちかが勝つ確率が結構高い試合だと思う。で、その3試合が楽しみですね、どう動くか。まあこれがガチ予想かな俺の。結構全員の試合見たことあるんで、結構ガチめに予想してみました、したけど、多分大体の人がこういう予想になるんじゃないかな、まあ、他の格闘家の人も、まあ、ちゃんと見た人であればファンの人も含め。なるほど。これが、まあ、どうなるかうん、楽しみですよね、バンタム級トーナメント、うん、まあ正真正銘この日本で堀口選手を除いたこのバンタム級トーナメント最強決定戦にふさわしいと思う、この16人の中で頂点に立った人は。だからこの頂点に立った人が堀口選手と対戦していくわけでしょ。また楽しみだよね、この2回戦目とかさ、どういう決め合わせになるのか楽しみだね。夏頃予定でしたっけね。確か9月かなんかに予定だった気がするけど、で2回戦目の後に多分準決勝決勝って大晦日1日でやるじゃん。あ、そうなんだ。いつもそうじゃん確か。だから1日2試合をこなすっていうとこで組み合わせがすごい重要になってくると思う。しのぎを削るような相手がもう本当に準決勝で当たって決勝も強いってなると結構きついだろうし、その辺は運ですね。運もあると思う。まあでも今回よりも俺はなんか準決勝の方が楽しみかなっていう印象かな。
やっぱり最強の16人が集まったけど、結構差がある選手もいる。その中でやっぱ差はあると思う。結構16人の中では弱い選手もいれば、16人の中でかなり強い選手もいるんで、その辺はなんかこう上がれば上がるほど拮抗していくんで面白いなっていう印象ですね。まあ皆さんもね、お楽しみにこの予想を受けてどういう感じの試合になるのか、ほぼほぼ当たると思いますよ今回の予想は。正直これが全部外れたりしたらマジで面白いわ。それすごい面白いこと、大荒れよ競馬でいうところだからオッズ的に高いところやったから俺、うん、全部格闘技もな、こういうなんかカジノあればね面白いね。俺結構稼げる自信あるわ。海外ではあるね、そういう風になったら格闘家ももっと稼げるのにね、うん、はい。まあじゃあそんな感じで今日は、予想をさせていただきました。じゃあ皆さん試合をお楽しみに。バイバイ。